です。ここんんんにちは、ばだいぶ4時半過ぎまして暗くなりましたけど阪神が38年ぶりに優勝して38年ぶりってことでだいぶ昔のことが蘇みりましたけど全くこの阪神の優勝とは関係ないですけどこの高校卒業して卒業してないですね卒業したのかなその時期に。 共通知事の結果が悪くて浪人しようと決めていましたけど1年目ですね高校の同級生の農家のサトウキビの収穫かな3月かなもうに手伝ってその時期ですねこのあれはどうその時期であれかな巨人の長嶋監督の最下位。 ああれれでででも、すすね、ね。おかしいそういうこれはとまた違うんですかね最下位の印象がダブってきましたけど私たち沖縄は田舎の方ですから阪神の中継しかないですね当時期がちょっとおかしいですねあれは5月ということは違うかな10月です10月 ということは、だいぶ時間がだいぶずれてますね。そういうことで、長、え、嶋、ー、監督の再会の時で、えー、だいぶそれは阪神の38年ぶりとは関係がないですけど、えー、そういう昔のこと、まあ、すごいですね。そういうことを思い出された今日ですけど、えー、今日は一日、えー、いろいろとハプニングがありますけど、朝から体調が悪くて、えー、また。 妻の病院、私また,また,また自分自身の病院といろいろとハプニングがありますけど、えー、ちょっと <laughs> 完全に、えーえー、あれですね日本シリーズが11月ですので、えー、3月。 卒業間近でではないですねちょっと外れましたけど、こんな感じで、えー、昔のことを思い出しましたけど、えー、記憶は曖昧ですね。そういうことで、えー、38年ぶり、えー、記憶も曖昧だなということで、えー、1分間予約です。まず、あ、後にこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。38年ぶり、阪神おめでとうございます。パート2ですけど、記憶は曖昧ですね。まさ、あ、とでした。仕、ま、上、あ、げのシシャロムシャロムシャロム